どうもドライトです、今回はですね、コメント欄にですね、スポナーとなんか地下渓谷が拠点の近くにあるというコメントがありましたので、そちらを探してまいります。皆さん行きましょう。はい、よう、とその前にですね、紹介です。まずはしゅうきさんとかーくんです。はい、どうも。はい、どうも。今日は3人で行きます。はいはい、はい、その前に、はい、あれですよ皆さん、今日やることはエンチャントですよ。エンチャントやったー、ね、エンチャントってことで、まずエンチャントテーブルを作りますよ。一応用意しました。はい、エンチャンターになりました。エンチャンター、あ、いいな。イエイ、ほらほら、エンチャントテーブルだぜ、ほらほらほら、いいだろう。よし、これはな、屋根裏に置くよ。よし、どこにしようかな。こっちにしよっか。こっち側にする。おう、じゃあここのなんか奥が、でもこれスペース的に足りないんで、うん、あ、足りないんだ。内側がチェックしたりっていうことにして、ここら辺でいいんじゃないですかね、はい、ここで。ここにまず本棚置いてからの方がいいですよ、多分。そうだね、ここの端っこで大丈夫かいね。ここでもオッケーオッケーっていうか、もうそこやったから。そうだね、うん、壊したら本になっちゃうから。そうだね、ここに置くのか。ここにエンチャントテーブルね。よし、で囲むようにしますと、ここほら、ここよしよし、はい、入ってきたよ。おー、よし。じゃあ、誰か作業台持ってないですか。あ、その前にあれだ。そうです、作業台の前にあれだ。ラスピスラズリが必要ですよ。ラスピスラズリ必要だ。はい、持ってくるよ。誰から行く。あそこはもう我がリーダー、カバちゃんから。俺からか。じゃあ行くしかないな。その前ですね、はい、今までにゲットしたスポナートラップとかでゲットしたエンチャントボンをここら辺に置いときましょう。おお、ありがとう。はい、どれどれ、この3つですですね、効率4、ノックバック2、防火3、虫殺し4、防護3、虫殺し4、防護3。すごい。じゃあ、なんかエンチャント済みの防具とか、はい、なんか武器とかはここら辺に置いときますか。わかりました。じゃあまず俺から。わかった。隊長はですね、鉄の剣を使います。お、あれあれ、これエンチャントレベル16かいね。あれ30じゃなかったかいね。あれ置き方間違えたんかな俺。あら、おかしいよね。もしかしてこれ、あ、あれ、誰の地図？僕です、僕です、僕のです。なるほど。ちょっと端に寄りすぎたんかな、これ。やりすぎた？寄りすぎた。もしかして。あ、わかりました、わかりました、わかりました。何？あのですね、このエンチャントテーブルのここの8マスの間に松明と、うん、松明っていうかなんか、場所を妨害するっちゃうとダメなんですよ。マジで？あ、なんだ、3時になった、3時になった。よし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 。じゃあ行きますよ。お、火属性2がつく、俺。これは牛を殺すといいね。ってことで、やります。ドン。耐久3、火属性2、やった。これいいんじゃない？おお。いいね。見る？見る見る？見る見る？じゃあ、よっかな。ほれ、ほれほれ。これいいよ、多分。おお。これいいと思う、すごい。おお。すげえ。ちょっとこれ残したいな、牛殺しに。ステーキ作り放題よ、これで。やったり。うん、よし、次だね。あ、周期さんか。じゃあ僕で。はい、お願いします。いきますよ、はい、パワー3がつきますね、うん、おほうほう、ついて、うん、いぞ、ポチ。無限1、パワー3、火炎1。お、無限きた。おー、いいじゃん。じゃあ、見ます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 。じ
じゃあ、カー君から見ていいよ。すげえ。あ、耐久力欲しかったな。あ、耐久欲しかったね。あ、でも無限つくだけでもいいよ、これ。お、これも牛殺しだね、うん、牛殺し。はい。カー君が取ってった。取られた。はい。じゃあ、続いて。最後に僕はね。うん。じゃあ、作りますね。はい。例のあれを。例のあれを、ダイヤモンドですね。おお。来ましたよ。カー君はダイヤモンドつる橋を使うということで。はい。このパワー2と、はい、バッタシャッテーな。はい。ああ、ね、できたらね。やばいな。耐久力3。おええやん。来るんじゃないか。いきます。はい。やば。何虫殺し来たすか。虫殺しじゃない。効率がやばい。やばい。わっ、え、効率4。どうした耐久3。幸運が 2? やべえ。来たよ。確かさ、効率4がありますね。効率4。師匠さんもさ、確か幸運2の師匠さんいたよね。じゃ幸運3に。幸運3にできるよ。このエンチャント本と幸運2のエンチャント本組み合わせれば、うん、すごく最強じゃん。ああ作れちゃう。おーおー、来たぞ。ちょっと先にとりあえずかなとこ、うん、かなとことさ、ダイヤ、エメラルドいっぱいゲットして取り行こう。先そっちやろや。そっちやろ。よっしゃ、かなとこ、とりあえず作っちゃいますか。じゃあ俺はエメラルドやから、いっぱいある腐った肉を、ゾンビーフをやろうってことで、本は何個か、向こうのトラップに本、紙とかあったっけな。うん、ちょっと村行こう、村行こう。よっしゃ行こう行こう。よっしゃ行くぜ、パルシオン行くぞ。ゾンビーフ。あ、ゾンビーフのとこまで来ました。よし、大丈夫だよな。何個手に入るかな。いけないよ、馬がどっか来てる、馬がどっか来てる。あれ、馬どこ行った。俺の馬、あ、あ、俺の馬が取られた。さあ、行くぞ行くぞ行くぞ。うん、馬こっち。やっほー、マジいいな、来ちゃう。よっしゃ、着きましたよ。俺先一番乗りです。えよ、近いな。近いよ。よし、ちょっと待って、司祭さんいるかな。あ、いたいたいた。エメラルダください。ここです。ここその人。あ、はい、この人ね。足が見えるけど、エメラルド24個と本。あー、24個、やばい、あと3つだ。ちょっと待って、手に37個のゾンビーフで、うん、エメラルド1つという。よし、じゃあこの人に違いますよ。この人、こっちか。あ、こっちか。いや、あの、本って持ってきました。本持ってきたよ。うん、あ、よかった、ギリギリギリ幸運に、おおおおゲットできました。幸運2、エンダーアイが増えたやろ。カー君、ヘイカー君、君にこれを渡しましょう。はい。お。はい。おお。来ましたよ。じゃあ作りますか。作ろう。よし。
え、待って、ロバがいない。頑張って探してよ。いや、本当にいないんですよ、どこにも。大丈夫？やばい、もしかして本当に。いない。行方不明？行方不明。嘘でしょ？屋根の上から見渡してたんですけど、いましたわ。いた？よかったよかった。あ、おるじゃん、本当に。こんなとこにおったか。大丈夫か？じゃあちょっと帰ろう。ああ。よし、帰ろう。帰ろう帰ろう。方向がジャングルの方かな？うん、そう。さあ、いよいよ最強のツルハシ、最強っていうか、じゃあめっちゃいいツルハシが。うん。作る。作れますよ。幸運のついたツルハシですよ。ダイヤがたくさん手に入るよ。火属性のついた剣もあるし。焼肉。そう、焼肉ができる、焼肉パーティーや。ふぅ、息ずれしたら怖かったな。怖かったわ。じゃあノックバック、効率4ノックバック2、防火3のエンチャント、3でゲットしたエンチャントボン使っちゃいますよ。はい。おお。あ、もう一個やか。まずは。そうだ。弓を一本にしてもいいんだ。弓一本にして。はい、まずは、幸運数、耐久力3、効率 5の状態にします。はい。いきます。わぁ、うん。さらに、幸運、効率5、耐久力3、幸運3にします。お、お。さあ。うわぁ。うわ、どれどれ、おぉ、出たー、もう最強じゃないか、これ最強。あ、これ大切にね。あ、やばいやばい、まだいないぞ。うん、おぉ、あと俺レベルが余ってるから、ちょっとエンチャントボン、あ、持ってくんの忘れたわ。うん、レベルが余ったから本につけよ、エンちゃんと。じゃあ、あ、耐久さんだ、耐久さんがつくよ。おお、シュキさんいる？耐久さんいる、欲しい欲しいっす、欲しいっす。うりうりうり、つけな。どうもありがとうございます、ありがとうございます。指につけな、これを。じゃあつけます。いいね。よし、じゃあ今回の本題の本題をこれから、よし、これから本題の、その前にセーブしよう。こんないいなの、いいのをなくしたいから、セーブしよう。セーブセーブセーブだ。よしよし、じゃあ本題いきましょう。本題行こう。あ、夜になる、夜になる。じゃあ寝てからにしよう、寝てから。ご視聴ありがとうございます。パソコンの方は、ダイヤ機を持っている僕をクリックすると、チャンネル登録画面へ行きます。そして、ポピーをクリックすると、この動画の再生リストへ行きます。スマートフォン、タブレット端末の方は、この画面を参考に、チャンネル登録画面をお願いします。ダラットさんは Twitter 待ってるので、よかったらフォローよろしくお願いします。それでは、次回もよろしくお願いします。イェイ。